トデラ大聖堂はスペインラバーラ州トデラにあるローマカトリックの大聖堂。正式名称はサンタマリア大聖堂。もともと共同協会として建設されたが、1783年にトデラ主教区が設置された際に大聖堂の地位を与えられた。トデラ主教区は1783年から1851年まで存在し、 また1889年から1956年まで存在した。現在はパンプローナ大聖堂と共にパンプローナトゥデラ、ヒロツカサ教区の共同司教座聖堂である。アラゴン王アルフォンソ一世がトゥデラを再征服したのは1119年のことである。それまでのトゥデラはイスラーム教徒の勢力下にあり、イスラーム教、キリスト教、 ユダヤ教の三つの宗教のコミュニティが存在していたが、レコンキスタによってイスラーム教とは城壁の外側に居住することを余儀なくされた。イスラーム教のモスクはカトリック教会に引き渡され、1168年にはロマネスク建築によるこの共同教会の建設が開始された。建設工事は1270年まで続き、神道と礼拝堂はゴシック建築で建設された。 1884年には国定史跡に指定された。1931年には重要文化財に指定された。21世紀初頭には修復工事が行われ、2006年7月16日に完了した。ありがとうございます。